ちゃん。こんにちは、末高さん、はい、今セ・リーグは首位のカープとそして2位のジャイアンツ、はい、首位争いを、はい、していますけれども直接対決で、はい、そんな中、まあ、昨日は、まあ、カープがアドバ投手が3安打完封ということで、いや見事にちょっとやられてしまったと巨人はいう感じでしたよね。まあこれはあの達川情報だけど達川情報だけど、はいはい、アドはめちゃくちゃ走ったらしいよ。あ、そう、走り込んで走って下半身鍛えて、でコントロールが良くなって、はい、で腕を真上から投げてたんだけど、うん、ちょっと下げることによってコントロールが良くなったと。あ、そうなんですね、うん、達川さん情報だけどね。相当ねやっぱ練習量を誇ったらしいよ。じゃあそれが、まあ、その裏付けが自信になってっていうことだな。プロ初完封ですもんね。もうヒロインタビュー聞いた？ちょっと聞けなかったんですよ。いや、あそこピンチありましたねって、うん、いや別に死ぬわけじゃないしって殺されるわけじゃないかなって言ってたよ、うん、キラキラ。でもすごい。いやいやすごいよやっぱ。だからそのぐらいやっぱ裏付けがしっかりしてるようになってきたっていうことだよね。なるほど、うん、で逆に言うと巨人サイドは、はい、まあ、完封もされわずか3安打あのね、まあ、あの配球にもあったと思うんだけど、はい、あとはねどちらかというとまっすぐで押してくるかなっていうようなイメージがあったんだけど、はい、昨日立ち上がりカーブを印象付けたんだよね。これもうまかったなと思って、はい、いやそれもまたカーブがいいとこ決まったんだよ前半、うんうん、だからえっていうような戸惑いが多分あったと思うんだよ、はい、だからそういう組み立てもできるようになったって、うん、それはなぜかというとコントロールが良くなったし、うん、だからジャイアンツのバッターっていうのはちょっと戸惑ったと思うよ。あ、だからやっぱり、まあ、3安打というと打てなかったということなんですね、まあ、そうだね、はい、まあ、これには阿部監督ももう見たまんまというふうにお手上げ状態だったということなんですけれども、はい、あのまずはそのピッチングに対してもやっぱりあの、ね、150キロ出なくてもああやって抑えるんだっていうねお手本のピッチングをされましたというふうにまずやっぱ阿部監督話されてたんですけど、手足長いからな、まあ、あのもうちょっと違いますね。ちょっと違うよ、うん、ちょっと違ういやいややっぱねリーチもそうだし、いやリーチが長いっていうのはそれだけ前で話せると、うん、でもそれだけ近いところで話されてるわけだから、はい、だから150キロとかスピードガンではないよね。でそれ以上のものをバッターは感じてるっていうことですよね、まあ、だからその驚くような剛速球変化球があるわけではないが術中にはまったというふうなことで、まあね、おっしゃってたそのやっぱりその最初変化球で立ち上がり来られたっていうのもミーティングとはちょっと違ったか、まあ、ちょっと違ったかもわからんな、はい、裏書かれたかもわからんな。そうですよね、はい、で試合後その阿部監督が今日1個だけ苦言を呈したいんだったらというふうに自ら切り出したコメントがありまして、伊豆口選手です、うん、あの3回ノーアウト1塁からあのランナーに、岸田選手フォアボールで置いてというところで、全部見逃して帰ってきたっていうねと、もうちょいカープのバッターを見習ってほしいなと思ったというところで、まあ、見逃しボール見逃して一度もバットを振らずに、戻ってきてしまったことに対して苦言ということで、カープの選手もちょっと見習ってほしい、あれだけ選球眼がいいように見せて打率2割1分だからねと、そこをもうちょい自分で考えないといけないんじゃないかなと思うし、まあ、そういう時も大事だけど積極的に行く方が大事な時もあるから、俺だったらあれだったら今の俺でもできるんで打席に行って振らないならということで、そう俺だってできるよ、そう私もできるただやっぱりそこですよね、まあ、伊豆口とね、うん、こうちょっとこう単発でこう話してる時に、はい、まあ、キャンプで話しオープン戦で会った時に話、公式戦に入って会った時に話をこういろいろしてたんだけど、はい、やっぱ阿部監督がどういう野球をやりたいかっていうのをすごく理解をしていて、うん、で、まあ、例えば淡泊に終わるとすごく監督って嫌なんだろうなっていう感じを持ってるんだよ、伊豆口の中で、はい、それでやっぱ初球から行かないとか、でああいう場面では絶対引っ張らなきゃいけないとか、いろいろ考えながらやってるんだよ。それがたまたま昨日は、ね、はい、あの1回も振らずに、うん、まあ、伊豆口を擁護しているようだけども、だけど広島の選手を見習えっていうのは、うん、やっぱり広島の選手はとにかく練習やってるよ、とにかく振ってる、だからジャイアンツの選手が振ってないとか、うん、そういうわけではないけども、やっぱそれ以上に俺を振ってる印象がやっぱり広島のバッター、はい、試合を見たりだとか打席を見た時に執念を感じる、うん、もう野間なんかもう執念の塊みたいなもんな、そうですね、昨日もね、いや本当にもう矢のなんかガッツの塊とかさ、やっぱなんかいろいろ特徴があるんだよ、うん、だから伊豆口っていうのはどちらかというとスマートに見えるんだよ、はい、
やっぱこう出が大阪遠いんで、うん、大学が青学でしょ、はい、で、まあ、社会人も、まあ、エリートこうそうですね、エリート進んできてますよね、進んできてるから、うん、やっぱこうスマートに見えちゃうんだよ、はい、だからあれがやっぱこう監督から見て泥臭く見えるようになるといいのかなって。でもこれはやっぱ俺はそう見せるにはやっぱ一球に対しての執念が出てこないとダメだよ、もっと、うん、それを出すには、はい、やっぱり練習量を誇らなきゃ出てこないよ。これはやっぱり今の子っていうのはすごくこうエリートの子が多いけども、うん、プロ野球ってね、はい、まあ出が良かったりだとか、うん、けどもそれを出そうとするんだったらやっぱこう泥臭く、うん、もうとにかくいや俺これだけやってんだから、うん、絶対三振なんかしたくないよねみたいなものがやっぱこう裏付けとして持ってて出てこないと、うん、やっぱその簡単には口で言うかもわからないけども、うん、そういうことはにじみ出てこないよね、まあ、昨日もその見逃し見逃しボール見逃しっていうのはその自分の中でそのピッチャーの読みだとかそういうのもあるんですか？前が合わなかったとかね、うん、まあ、読みが外れてるとか、うん、引っ張ろうと思ってるんだけどこれは引っ張れないと思ってやめてるとか、うん、そういうことは重なってると思うんで。あれ例えば豊さんがあの場面でバッターボックスに入ったらどんなことを考えてあの打席って行く？いやそれはノーアウトランナー一塁で、まあ、1点負けてるシチュエーションでしょ、はい、で次はバッターでしょ、はい、だからまず俺は打順で8番っていうなかなか打ったことなかったから、うん、まあ、こうクリーンアップに続いていくような打順を打ってたからね、うん、だからまあサードの位置だとかファースト、まあ、ベースに入る、まあ、セーフティーバントも考えてたし、まあ、1、2塁か、まあ、セカンドの位置とか、はい、見たりとかして、ああこれ1、2塁から抜けるとか、うん、とかよしエンドランが出た時にはどっちが入るんだろうって、あ、うん、ショートの方がちょっと近いなってベースに、そしたら盗塁仕掛けるとショートが入るなとか、うんうん、そしたらショートの方に打っていこうとか、まあ、そういうあらゆる面は考えるよ。ただ伊豆口っていうのは8番打ってるピッチャーだから自分が何とかしてチャンスを拡大して、まあ、できればピッチャーにバントをさせるというね、はい、まあ、だけどあんまり考えすぎない方がいいよ。伊豆口っていうのは割とこう考えるタイプかなっていうふうに思っていて、はい、だから自分がつないでピッチャーに送りバントじゃなくて自分がボン出しても、うん、ピッチャーがゲッツーさえ食らわなかったら、うん、ピッチャーがバントして一番丸が当たってるから、はい、だからそこにつなげればいいやぐらいの感じで思い切っていけばよかったのにな、うん、そうですね、うん、だからそのやっぱり阿部監督が淡白なそういうのは嫌なんだろうなっていうのが、もうそういうのはある、うん、まあ、それはね常に持ってる、お前なんで初球からいかないのって質問したことあるんだよ、うん、いやもっと振れるボールがあるでしょって、うん、いやまあ、状況によってそれはもちろん状況も大切だと、うん、だからお前ルーキーだということを忘れない方がいいよと、うんうん、でルーキーっていうのはやっぱりピッチャーが言ったらね打たれちゃいけないけど結構上から舐められてるって、はい、ね、うん、そしたら配球だって自分がこうするんじゃないかってアマチュアの基準で考えてるとアマチュアの時はすごいわけじゃない、はい、だからプロに入ってきてるわけじゃない、うん、だからそういう配球を丁寧な配球をしてくれる、そういう読みに慣れてると、なめちょろで来られると、うん、あれ、なんでこんなとこでまっすぐ来るんだろうみたいな、そういうね、ギャップを感じるんだよ、はい、だから考えすぎない方がいいよっては言ったことがあるんだけど、うん、いやまだね、なめちょろで来られてる、まあ、ルーキーっていうのもやっぱあるんですね、そうそうそう、いや、だからそれを考えたら、うん、もう必死に貪欲に振りに行った方がいいって、うんうんうん、だから結構頭のいい子なんだと思うよ、俺は。多分そうでしょうね、うん、いやだから考えすぎてバットが出てないとか、うん、触れないとか、うん、まあ、そういうことに陥ってんのかなという感じはする。そうですね、うん、だからまあいろんな選手がタイプがいるけどもね、うん、まあ、渡来っていうのはまたちょっと違って、はい、自分の世界観を持ってる子じゃない、うん、はい、ね、でもう少し、もうちょっと考えるって思うんだけど、うん、でもね、考えてるんだよ彼は、うん、だからそれを表現しようとして思いっきりああいうパフォーマンスをするから、うん、ものすごく何も考えてない、はい、なんか派手にやってんなみたいな感じがするけども、うん、伊豆口っていうのは地味に考え
ってるみたいな感じで、うん、自分の世界というよりもチームの世界に入れていこうとするんだ。自分をあそこに当てはめていこうとするっていう。そうそうそう。いやだから あまり考えすぎない方がいいよっていうことはアドバイスはできるね。じゃあ昨日相対的に見てもカープのバッターの特色とやっぱジャイアンツのバッターの特色っていうか全然やっぱり違いますか、見てて昨日とかも。まあドラフト1位が出るチームっていうのはやっぱ強いんだよ。ジャイアンツっていうのは伝統的にそうなんだよ。坂本、岡本、はい、ドラフト1位、菅野がドラフト1位、うん、山崎優良が2位かな、1位か、あれが1位、2位、うん、で小林とか1位でしょ、はい、とか吉川直樹とか、まあ、1位がずっと出て、はい、割とやっぱこう素材が良くてエリートが育つのがジャイアンツなんだよ、うん、はい、で広島の場合はやっぱね、うん、これ言葉いいのか悪いのかもう判断つかないんだけど、うん、叩き上げてくるんだよ、うん、いわゆる叩き上げっていうことですよね。そうそうそう、はい、だからねものすごい一球にかける執念っていうのが強いんだよ、うん、はい、だからここら辺の気質の球団としての違いがあるっていうことだよ。なるほどな。それがバッティングとか、うん、そういった塁に出るとか一つもだから、うん、ジャイアンツはホームランで勝つ野球をする、うん、ね、やっぱねホームランって花なんだよ、はい、花を持ってる人間が多かったのパーンってジャイアンツはそうですね、よっしゃーみたいな、うん、でも広島ってコーンとかそう、ね、そうとかそうな泥臭い野球ですよね。そうそうそう、いやだからまあこれは好みの問題なんだけども、うんうんうん、いやだけどそれはそれで広島はそれが伝統としてね、はい、息づいてるし、まあ、巨人は巨人で、うん、まあ伝統っちゃ伝統だけど、うん、それではもう勝てなくなってるから、はい、まあ阿部監督が必死に変えなきゃいけない、うん、で伊豆口っていうのがじゃあお前年間で何本ホームラン打てるんだと、うんね、それ考えたらもっとしぶとく、はい、ね、やってほしいっていうことは、うん、一つのアドバイスとして聞いとこうがいい。そうですね、うん、ただやっぱりこう伊豆口は俺多分できると思うんだけど、うん、やっぱ考えすぎるとやっぱこうハマっていくな、あドツボにハマっちゃうタイプなんだ、ね、うん、門脇もそう、うん、そうじゃない自分のその素質とか、うんね、もう少しシンプルに考えた方がいい、うん、あれね人が何を考えてるかっていうのを、うん、多分読み取る力があるんじゃないかなと思う、うん、2人とも多分いやこうじゃないかな、こうしないとなんか言われるんじゃないかな、うん、そんなことない、自分の野球をやんなさい、うん、今までやってきた野球を表現しなさい、うん、それが悪いところがあれば、うんね、こうした方がいいよっていうアドバイスがある、はいね、良ければそのまま続ければいい、うん、っていうことだけだから、はい、あんまりねこう神経質に考えない方がいい。なんかね、今の子たちでクレバーだからやっぱり感覚何考えてる、その先を読んじゃうんですよね。そうなんだ、うん、だから伊豆口でもその阿部監督がそういうふうに言われた、うん、それはね伊豆口も考えてたんだよ、うんうんうん、考えてることを上塗り傷口に塩を塗られてる感じだから結構ショックだと思うんだよね。そうですよね、うん、こうやってさらに、まあ、言われるよ、それは結果の勝負をしてるわけだから、うん、プロだからね、まあ、だけどあんまり考えすぎないで、うん、まあまあ、伸び伸びはできるようなまだ環境ではないと思うけども、うん、やっぱり結果をねしっかり出して頑張ってほしいと思う、ね、そうですよね。いずれにせよカープと巨人というのはまだ残りの対戦する試合数も多いですし、そうだよ、おそらくわからないですよ、わからないですけれども、その、ね、1位に優勝争いをしてくる2チームにはなってくることは多分間違いないのかな、まあ、そこに、まあ、見方によればタイプは全然違う球団だから、全く確かにそうです、ね、だから面白いよねですよね。ただ巨人はそのカープに勝っていかないともちろん優勝というものはないわけで、じゃあどういうふうにバッティングをしていくのかとかね。まあ、そうだな、まあ、できなかったらもう出れなくなるからね。そうですね、うん、だけど組織的には伊豆口なんていうのはやっぱもうレギュラーみたいなことになってこなきゃ困るし、うん、そうですよね、うん、まあね、まだ今夜ね出てるのかちょっとスタメンでは今の時点ではわからないですけれども、多分出てないと思う。ああそうか、どこだとかな、あそういうことか、うん、じゃあモンテスとかっていうことになるんですか。可能性もあるか、まあ、ただねここから当たっていくわけで、もちろん伊豆口選手もカーブのピッチャーなどと、あそうだね、うん、なので何かこう自分らしさで伸び伸びとできれば、うん、もっとね振ってほしいな、振る、うんうん、フルスイング見せてほしい、うん、なんか綺麗にやろうとしてる、いややっぱね
振らないバッターっていうのはピッチャーから見たら怖くないから。そうですね、うん、どんどんもっと振ってほしいよ。そうですね、はい。